どうも、柳妻ゴルフ TV プロゴルファーの柳妻です。今回はですね、アベバツアー南秋田カントリークラブ一ノ区チャレンジツアーに会場の練習ラウンドですね、秋田県に来ております。それでですね、この若有選手、はい、もともといつもの高山選手と原田選手に誘われたんだけど、そうです、原田です。原田選手に誘われたんですけど、はい、原田選手が体調不良で、高山選手が怪我ということで、なんとアベマツアー初、はい、完全に初出場です。試合も初、あ、試合はオープン競技とかあ出たことあるんですけど、はい、アベマツアー初めてっていうところ でまさかの、はい、私と2人で練習ラウンドという形になったので、せっかくなんで、初めてアベマツアーに出場するということで、まあ、ちょっといろいろなことを、教えられたら教えたいですし、はい、まあ、初めてアベマツアーに出る選手がどういう感じでゴルフをするのかっていうのを、今回はですね、ちょっと練習ラウンドを通してですね、はい、やっていきたいなと思います。今日はですね、まあ、ちょっと天気がね、雷、雨、風みたいな感じなんですけど、今ちょうど雨降ってなくて、南秋田カントリークラブの魅力と、あとは初めてアベマツアーに出る若手選手の緊張の模様をですね、はい、お伝えしていきたいと思いますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。はい、ですね、今ちょっとスタートが若干遅れてまして、これ南秋田カントリークラブの1番ホールパー5なんですけど、前の組をのティーショットをちょっと盗撮しようかなと。あざまさんからあ、俺からすか。俺後ろなんですよ。やっぱりいろんな選手を出したいんで、ティーショット撮っていいですか。はい、全然大丈夫、まあ、お願いします。もうこんな感じで練習ラウンドアットホームな感じです。加藤さんの下も僕と一緒の出身で、宮城に。はい、ここはじゃああれですね、仙台が多いんですね。多いですね。3人宮城。あ、ここ3人宮城ですか。じゃあほぼ地元じゃないですか。あ、渡りです。まあでも宮城。そして今日涼しいですよね。涼しいですね。東京38度ぐらいあったのに。マジですか、そんな暑かったんですか。昨日すごかったよ、東京駅38度、で降りたら23度だった秋田今日も明日も明後日も20。そうだよね、これだから終わって東京戻ったらやばいと思う。いいスイング、いいショット。仕上がってる。お願いします。えっていうのは、それしか飛んでないのってこと。そういうとこあるよね。自分がちょっと飛ぶからって。そうなんですよ、すぐ調子乗っちゃうね。え、あの絵はだいぶ上からだったね。上だいぶ上げてんな。お願いします。ああ、素晴らしい。まあまあ、ゆっくりやってくださいね、気づかないで。ありがとうございます。それではアベマツアー初出場、若有くん、はい、2人でちょっと練習ラウンド行きましょう。お願いします。お願いします。よかったね、初日じゃなくてあの球。ありがとうございます。若い23歳ってことはさ、はい、JCB クラシック仙台とか見に行ったことない？僕の
がゴルフ始める前にちょうど JCB が終わっちゃってたんですよ、うん、そっか。なので東北ってね、男子ツアーないっすもんね、うん、はい、そうですね。なんかやっぱりここ10年ぐらいですかね、10年とか15年ぐらい東北でやってないっていう、そうだよね、考えるとなおさらこの大会がいいよね、もう唯一の大会みたいな。いやそうなんですよ、やっぱね、東北もの僕もあの YouTube であの表沢とかでやったみたいに、やっぱ東北ってやっぱ本当ゴルフファンの人多いし、男子ツアーがないんで、ぜひねこの南秋田の試合はやっぱアベマツアーっていうのはこう多分ローピングがないから、うん、選手間近で見れるんで、入場も無料、そう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 、やっぱり、はい、天気がねちょっと心配ですけどぜひ見に来てほしいなと思いますね。そうですね。え、じゃあこのコース回ったことあるんでしょ。そうですね、このコースの特徴、魅力は、このコースの基本的になんかブラインドのホールが多いところがやっぱ多くて、でそれプラス試合になるとやっぱラフがすごいあの長いっていうのを毎年アベマの時、はい、聞いて、ラフ長いんだ、はい、なんかそうですね、2年去年の大会も結構深かったとか聞いてて、なるほど、じゃあ、そうですね、結構こうアップダウンっていうか三角コースね、はい、俺もね出身群馬県で、あ、そうです、はい、結構育ったコースに似てるんで、あ、そうなんです、まあ、東北特有というかもう関東の北関東特有のところと、なるほどなるほど、結構似てる感じはあるかもしれないですね。なるほど、はい、涼しくていいね。そうですね、信じられないぐらいです夜とかもなんか結構涼しいんですよ、ね、そうだよね、やっぱりだいぶ、はい、秋田ってなんでこんな涼しいんだろう、本当はなんか夏は暑いはずなんですけど日本海側、そうだよね、だから結構確かにラフが結構あって、あ、いい感じでこうなりますね。結構入った場所によると全然打てない可能性がある。やっぱラフがあるトーナメントはいいですね。若有くんはアベマツアー初出場で矢野東ゴルフ TV でいきなり撮っていいって見始めたんで緊張した一打は引っ掛けてしまいました。ラフやばい、ここはちょっと、ここはまだ、あ、大したことない、あっちほどではないですけど、でもそれでも深いです。うん、ナイス、僕ね秋田ね、うん、実はこのアベマの南秋田のアベマは人生2回目で、うん、秋田っていうとねこう、うん、米と酒がうまいイメージがあるんで間違いないです、僕は東北大好きです個人的に、いや、めちゃめちゃ嬉しいです。隣の、はい、岩手の、うん、大道園の冷麺も大好きだし知ってます、ほんとに。いや、ね、ご飯大好きなんですよ、うん、秋田で美味しい、あ、でも秋田じゃない、あ、でも、まあ秋田何が美味しいの、秋、美味しいものですか、うん、やっぱきりたんぽとか有名じゃないですか、ね、きりたんぽでも7月だからやめよう、いいでしょ、そうですね、7月か、でもやっぱり日本酒とかですかね、行っちゃいます、はい、お願いします。日本酒ですよね、はい、やっぱり風がちょっと右から強めの横風だよね、はあ、横ですか。打ち上げの時意識することなんですか。やっぱり目線がこう上がってしまいがちなので、うん、こうそうなるとこう下から入ったりとかしやすくなるので、まあピンは頭に入れとくんですけど、ちょっとそこ低めにね、はい、なるほど、取る感じです、まあ、あとライとかにも、はいはい、おー、いい球、ちょっとフライヤー気味、あ、でもいいと思う、ありがとうございます。放題すぎてちょっと見えない、見えない、こんな感じですね。
近毎日雨降ってるんで、多分毎日雨、毎日雨ですね。まあグリーンはですね、まあ連日の雨ということでちょっとソフトなんですけど、スピードはありますね。いやー、こういう山のコースに来ると群馬の僕の地元富岡妙義を思い出してなんかほっとしますね、田舎育ちは。はい、続いてですね、3番ホール、ショートホールですね。ここ比較的距離ないんですけど、見てください、このアジサイの美しいこと。今ね、うちの子供がたまたまなんかそのお勉強してて花を覚えるんですよ。でこのアジサイもすごい覚えて、なんかそのすごいアジサイの花が子供が好きなんで、ついアジサイが綺麗で撮ってしまいました。このショートホールどんなホールですか？ 100?170 ぐらい、179で、うん、1個その後ろに186みたいなのがあるんですけど、うんうん、じゃあちょっとどうなんですかね、1回使うかどうか。うーん、綺麗なホールだね。そうですね、ゴルフ場でこういう光景なかなかないですよね。そうだね、かっこいいよね。はい、はい、ちょっと風が強いんで声張り目で行ってます。5番ホール、462ヤードの、今日は風速が6、7、8メーターぐらい あるアゲンストなんで結構長いんですけど、まあここから3ホール若様と、はい、3ホールか5ホールか、はい、ちょっとあの練習ラウンドをやりながらちょっと対戦していきたいなと、はい、勝負していきましょうか。お願いします。真剣で、あの明日からをこう、はい、イメージして真剣にいきましょう。はい、頑張ります。どうぞ。お願いします、はい、たまには変わったアングルから。いい球。ありがとうございます。素晴らしいね。ちょっと試合楽しみだな。はい、調整してきました。うわー、あーでも生だけどナイスです。飛んでないなこれ。セカンドがね、ピンまで185ヤードぐらいの強烈なアゲンストなんですけど、かろうじてピンが見えるぐらいです。あ、やばい、雨降ってきた。あ、やばい、これ一気に来そうなやつですね。うわー、雨来た。うわ、あ、風が雨。若は172ヤード、雨アゲンスト。最後、左も削れます。本当、すいません、雨降ってるんで早く降ってください。これやばいよ、若さん。あ、やばい。OB ですね。暫定球お願いします。ちょっと雨、雨降ってきたんで焦りましたね。うん、いたま。一応、若様のボールを探しに行くんですけれども、ピンより40ヤードぐらい左に、若様、 ありました、あった OB、 あ、 OB だ。明日じゃなくてよかったよ。これ見た、すごいと思う。うわー、転がってた。そうだね、いや今日でよかったよ。いや、ちょっと雨アゲンストに煽られて30ヤードぐらいショートしちゃいました。ちょっとすごいところに、あ、また雨降ってきた。カメラを構えるとみたいな。あー、ナイスです。ファーストバウンドは前行くね。ちょっとこのホールは雨と強烈なアゲンストで、対戦始めた途端にもうボギーとダボが濃厚な感じなんですけど、うわー、来た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 。雨がすごい、雨がすごいの来た。音がもうやばい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 。うわ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 、これ大丈夫かな。これはちょっと一回避難しましょう。そうですね。わあ、やばい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 。
やばい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 大丈夫か、何だったら今日の天気は。これがあれですか、東北の天気ですか。そうですね、夏の夏の秋田、はい、気持ちいいですね、寒くなると雨が弱くなってきたので行っちゃいましょう。ボギーパット。あー、これ面白い、奥に下ってんだ ね、 そうですね。ってことはあれかな、これスライスラインになるのかな。どうですかね、なんか混ざってストレートみたいな。うん、あ、でもスライスもあるかもしれないですね。曲がらないとだ。弱い。やっぱこっちから上りなんですよ。奥から上り珍しいな。いただきます。 OK です。あ、ありがとうございます。あ、雨来る。じゃあまたお願いします。はい、さっさと行きますよ。すいません、お願いします。ちょっと読んだ、傾斜が本当に見にくいですよね。うまい。ああ入ったと思ったのが完全に入ってました。 OK です。これやっぱあれですね、このホールは奥に下ってるからアプローチも止まらなかったし、パターもね、奥から上りだもんね。うん、そうですね、なかなか傾斜読みにくいところがありますね。傾斜が、まあ、結構こう三角コースあるあるなんですけど、はい、ボギーとダボです。ということで、2ホール目、6番ホール163ヤードパー3、風がフォローですかね、ちょっと打ち上げで、クラブは9番エンド打ちます。さあ、はい、やっちゃいましたスタートホール、ね、試合じゃなくてよかったです。はい、ここはちょっと今ね、スイング改造に大幅なスイング改造と言うわけですけど、ね、これ風に本当に右からだけどね。そうですね、なんか今止んでますね。止んでます。ピンの右からドローでいい感じ。ああ、ナイスです。どうなんだ、よくわからん、あれ跳ねてる。さあ、若様は9番やんで、9番やん、はい、なんかさっきの土砂降りで風向きがなんか変わった気がするんだよな、ね、少しなんか、はい、ちょっと右から入ってるよね、はい、これ右から入ってますね。さっきセカンドちょっと左に流された感じだったんですけど、ねフォローはありますね。はい、ありますね。ちょっとピンの右、意外と風来てない。あ、でもナイスオンです。ありがとうございます。いや、いい感じですね。俺ね、こういう、俺田舎育ちだから、生まれも育ちも。こういうコースね、めちゃめちゃ好きなんですよ。落ち着く。秋田って本当のどかですよね。ね、いいよね。やっぱり。いや、僕もね、群馬出身なんで、やっぱ田舎の人は、人がいい人が多いっす優しい人が多い。北の人優しいです ね、 ね、本当に。そうだよ、いや、わかる。東北の人優しいよね、はい、うん、すごい、そこがやっぱ好きなポイントです、うん、お、さて、さてさて取り返したいですね、はい、バーディーパット結構復しそうですね、はい、これ30センチ以上曲がりそうだね。惜しい。 OK です。 あ、 ありがとうございます。今度は逆にスライスが強いところですね。皆さん、僕の反対側からです。うまい。惜しかし、 OK です。相当曲がりましたね。バディ出ないですね。はい、7
そうですね、結構バーディーが近づきますね。若様、はい、打ってください、はい、おー完璧じゃないですか。素晴らしい。若フェード基本。あ、本当はドローなんですけどフェード打ってますね。あ、僕が思ったのは結構世間言われるのが持ち球を変えるみたいな。僕なんかずっとゴルフ始めた時からずっとドローだったんですけど、はい、スイング変えたりとかしてて、うん、けどなんか持ち球を変える方がいいのかなとかって。いや、やっぱりスイングを良くしようと思ってやっていって結果的に持ち球が変わるっていうのが理想じゃないですか。あ、多分だからそのスイングに合った球筋っていうのがあるから、はい、あのやっぱりじゃあどっちが大事なのって言ったらスイングの方が大事だから、うん、あんまり球筋とか追い求めすぎちゃうと、なんかこうせっかくいいスイングしてるのに打ちたい球が逆だからミスになることも多いから、ますます自分の体が動きやすいようにというか、そうね、やっぱり自分の目指すスイングをしっかり作っていくっていう、まあだからこういう自分のね悪いところはこういうところでもっとこうしていきたいとか、まあ、そういうのをやっぱ考えながらやるといいよね。うん、今ね僕当たったんですよ、見てください。23歳を、約15ヤード置いていきました。どうですか、悔しいですか。めちゃめちゃ悔しいですそうです。46歳、結構いい当たりだったんですけど、あれ半分じゃん若様。本当ですか。僕46なんですよ。あ、本当ですか。ダメですよ、46歳にドライバーさ15ヤード置いてられちゃう。ちょっと緊張しましょうね、はい、若様セカンドピンまで何ヤードですか。243です。243ヤード。ちょうどですね、右奥にグリーンがあって風が結構右からに横風強いからもう林の上ですよね、出玉は、はい、アイアンでいくんですか。アイアンで。すごっ。フォローが吹いてるので。ちょっと右奥が浅いので、はあ、手前目でちょっと左からフェードで。了解です。風にフェードはきついね。ピンからフェードでよかったね。今で230ぐらいっすよ。はい。で、ミキルティの4番で結構右の横風強いんでピンの右からフェードぐらい打つつもりで多分切ってると思います。はい、この南秋田の7番ホールのロングはですね、すごい縦長のグリーンになってまして、横幅がほとんどない奥で、まあ、10ヤードぐらいしかなくて、若様がちょっと左に逃げて結構難しいアプローチですね。第3打。ちょっとナイスなんですけど、ラインが難しいです。はい、私はちょっと木に当たって、この木に当たったのかな、ちょっと手前であります。まあ、結果的にいい場所だったかなと思ってます。ただ、傾斜がすごい。なんか雨が降ってる割にはちょっとやっぱりグリーンの状態がいいから、うん、ファーストバウンドが跳ねますよ ね、 ですね。結構これ雨すんなかったらいいグリーン、いい仕上がりできてたなって感じするんで、多分グリーン硬くなってくるとコース難しくなるから、うん、
でも明日雨予報なんですよね。さあ若様バーディーパット、ちょっと下り早いですね。おー、ナイスバーディー。ありがとうございます。取り返した。よっしゃ、でかい。私のパットは上りでボール1個ぐらい切れるかな。結構曲がりますよね、これ。うん、ナイスです。ナイスバーディー、ナイスです。よしよしよし。南アフリカカントリークラブ8番ホール374ヤード。ここ、まあ、結構刻む選手とドライバーで狙う選手が分かれるんですけど、ドライバーで言うとそこに1本こう木が左に見える、木の右ぐらいにグリーンがあるんで、今日風がフォローなんで打っていきたいと思います。私は若さんを狙う。僕も行きます。完璧、ナイスです。もう言った通りの真上を貫いてストレートゴールで完璧だ。いやでもやっぱり気候がいいっすね。最高です。もう朝一つ欠かず。ちょっとスピン足りないけどライン的にはいいラインだね。はい、はい、ということでセカンドがね、ちょっとこれ木に当たってるのかキャリーが出てないのか、多分この2人ともこの木に当たってるかもしれない、ね、そうですね。なんか雰囲気的に似てるのか、ね、抜け切らなかったですね。ピンまで85ヤード、多分ね、はい、僕これ乗ります。上に空間あるんで。あ、そっか、結構あります。上から行ってる感じで。シャンク来た。あれ、どこ行った。シャンクですか。あれ。シャンクしました。ボール僕は追いませんでした。危なかったです、はい。同じく。同じく木に当たってますね。これはどうします。下行きます。これはもう下しかなさそう。打ったけどちょっと大きいかな。でもナイス。シャンクしたセカンドここに来ました。危ない。溝が。溝がありました。アプローチ。こうラフがまだ浮いてるから良かったですね。まあ。止まれ。イメージ硬い、うん、です。なんかちょっと柔らかいイメージがあるんだけどな。雨だからかな。さあ若様アプローチ、ちょっと奥にこぼれたのが。ボール全く見えません。ここあちょっと見えるな。はい、うまい、ナイス。ありがとうございます。OK ですね。あ、ありがとうございます。ナイスパー。いただきます。はい。はい、もうそのまま打っちゃいます。はい、パーパット。あ、これは。これも左インサイドですね。ほとんど曲がるか曲がらないかぐらい。うん、ナイスです。ナイスパー。ナイスパーです。はい、最終ホール。ちょっと若様と5ホール対決。で若様がワンオーバー、はい、1打差で最後ここバーディーで。さあ取ってください。はい、あ、今日はせっかくなんでいろんなアングルで行きます。はい、うん、ナイスです。うわ、風すげえ。結構、あ、本当だ、左からの風が結構来ましたね今。うん、めちゃめちゃいいラインですね。さあ若様、普段のカメラアングルだと絶対撮れないちょっと前目から。シャンクしないでくださいね。はい、
ライバーで。あー、これも風の影響。こんな感じで素晴らしい景色です。南秋田カントリークラブ、はい、今で110ですね。バンカーとバンカーの間が逆目、これちょっと逆目になってるじゃないですか。逆目って飛ばないっすね。そうですね。後ろピンまで若様87ヤード。結構左下がり、これも弱いっすよ。あ、行ってる。かろうじて。はい。なんとかバーディーパット。はい、第3打。グリーン手前。ライは最高にいいです。うまい。うん、ナイスです。微妙。はい、若様バーディーパット、勝ちを手繰り寄せるか。この距離ですね。カップに届かせない。お、届かせないとって言ったのにもかかわらず、これは悔しいですね。まあ試合で届かしてください。はい、OK です。さてパッド4ウィンです。はい、ちょっとスライスですかね。うん、ナイスです。ナイスパーです。はい、ということで5ホール、若様とプチ真剣勝負をして、はい、回ってきたんですけど、結果はさておき、はい、若様初のアイドルツアー、はい、どうですか、意気込みは。今回もあの、はい、推薦ということで出場させてもらってて、はい、本当に主催者の方と、はい、あともう推薦してくださった方に本当に、うん、もう感謝の気持ちを感じながらやります。まず予選通過頑張ってください。はい、頑張ります。あの若様を見かけたらですね、頑張ってと、はい、皆さんもよろしくお願いします。よろしくお願いします。私もですね、久しぶりの秋田、気候もいいし、コースも、非常にいい状態、ラフもね、深いよね。そうですね、だいぶ仕上がってます。しっかりスコアを出して結果を出せるように頑張ります。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。今回の動画見ていただきましてありがとうございました。どん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 、コメント欄にですね、やってほしいことを書いていただければ、もう随時いろんなことにトライしていきますのでよろしくお願いします。チャンネル登録とですね、通知もオンにしていただいて、次回もお楽しみにしてください。